久保さん寒いっすね朝冷えるね冷えますねまあ健康ですかまあ健康の発信してると健康が全てじゃないよみたい、ね、<laughs> なんだでしょうねうんまああのー、多分ねあの全てじゃないよっていう,う まあこれは僕の見解ですけども全てじゃないっていうのは逃げなんですよ逃げ逃げというかまあちょっとエッジが立つ言葉で言うならば全てじゃないよっていうのは逃げであるとまあも,もっとなんか柔らかく言うと全てじゃないよっていうことによってオブラードに包めるってことですねだからまあ僕はそのオブラードに お風呂沸きましたねまあオブラードに包めないからあの包んじゃいけないと思うんですよねだって必要だからうんお,かお金の問題はねまあ健康の問題もどうなんだろうな、まあ、健康に僕あんまきょ興味ないというかどうせ死ぬんで <laughs>、まあ、久保さんの言った通り要はその自分のその内なる うーん代謝だと思うんですよ本当に代謝っていうかどれだけその健康なものを例えばねどれだけそのオーガニックでね健康なものを食ったとしてもその健康な栄養素を吸収できなかったら意味なくないですかしえますねどれだけ健康なものを食ってもそれを健康なものを吸収できなかったら意味がないですよねだからこの吸収率というかなんだろうな うーん多分それが大事なんじゃないですかはっきり言って僕はその人間っつうのはあの自分で栄養を作れる要素あのなんだメカニズムもあるわけですようんこれはそのなんだ本とかもいっぱい出てますけどうーんなんだろうな,なんだあ,のあれもありましたよねあのダイエットで飯食わなくするっていう何でしたっけ なんか方法がありますよねで。血液サラサラにしていくって食わずして、く逆に食わないで。食わない、食わない。なんでだっすっけ。えー、あ、ファスティングだ。ファスティング。ファスティングっていうものもあるわけじゃないですか。うん。 で僕が行き着いたそのなんだろうな健康法があるじゃあ僕健康法あの究極の健康法にしましょうか究極の健康法究極の健康法っていうのは何かっていうとこれは僕の見解ですよで極限まで腹をすかすってことですねで極限まで腹をすかすとどうなるかっていうとあのなんだあのもうとりあえず腹減ってんですよ ね、おからあの全身でね腹減ったみたいなもうダメだみたいな腹減ったってなるんですよでそうすると自然にもうその状態によってなんかその食べたいものっていうのをなんか体が求めるというか例えばなんかそのタンパク質欲しいなというかなんかもう力が欲しいなというかまあそうなった場合肉は欲するんですようんでも極限に腹減っても なんだろうななんかそのミネラルというかビタミンというかなんかそういうの足りねえなと思ったらなんか野菜系食べたりとかほん当にその極限になると体がそのサインをしてくれるというかこれは僕の見解ですよ、うん、で極限に腹減ってるんであの極限状態なんですよでその中で飯食うと「あのうわあ来た来たやっとご飯来たぞ」つっ,って「吸収吸収!」みたいな「<laughs> やっとご飯来たよ!」みたいなね やっとこいつ食いやがったみたいな感じでその細胞細胞レベルでね細胞レベルでそれを吸収しに行くっていううんだからもう最大限吸収生きていくための生存していくための栄養素をね細胞レベルで吸収してくれるっていう僕はそう思うんですよねそうだからあのカイジのねあの班長のねあの言葉が好きなんですけど一日外出券ですね一日外出券であの班長みたいなね うまいっすねみたいなね。うん。また、戻るんすかそこ地下にみたいな。そう。で、班長が言うわけですね。俺たちは一番いい飯食えるんだと。俺たちがあの中で、あそこのお店の中で一番おいしくご飯を食ってると。なぜだかわかるかみたいなね。それは、今から俺たちはまたあそこに行くからだと。地下帝国でまずいもん食ってっから。だから、あの、シャバに出たときにね、 あ誰よりも飯をおいしく食えんだと。俺たち幸せなんだみたいな、なんかそういう、なんか、なんか話があるんですけど、もう本当その通りだなと思うんですよね。<laughs> そう。毎日ね、毎日、なんかぜた、ぜ、うん、沢たく、ぜというか、毎日なんかおいしいものを食ってたら、ありがたみもないし、感謝もないし、吸収もできないし。だからなんかね、今調べたらね、その本、これちょっと、これにしましょうか、なんか本、本のタイトルにしようかな、SEO 的に。 なんかその16時間食べない健康法みたいなが1日16ない食べないあのこれね2021年4月30日1日16時間食べない食事法っていううんうこれなんか先生ああ空腹こそ最強の薬にしましょうかこれなんか30万部売れてるらしいですよ ちょっとタイトルこれにしていいですかうん。空腹こそ最強の薬。はい、あ、でもこ、これもいいかな ?16 時間食べない食事法にでもいいな,な、うん。僕、1日1食なんですよ。で、昨日も1食なんで、うーん。まあ、だいたいまあ1食か2食ですね。昨日なんか僕、あれですね。は、なんだ、昨日、 6時ぐらいに起きて、昨日6時ぐらいに起きて、えー、夕方の6時ぐらいにご飯食べたんでちょ、まあ12時間ぐらい食ってないですよね。まあこれ16時間食べないって書いてあるんですけど、僕12時間ぐらい食べてなくて、もう本当に腹減って、で、あかんと思って、昨日食べたのがラーメン食ったんですけど、そこのラーメン屋さんってニンニク無料で入れ放題なんですよ。その、こう削ってね、こう潰して、ぶわーってできるんですよ。 ちょっとニンニクのパワー欲しいなと思ってもうにんにく7個ぐらい潰してねニンニク7個潰してあとそのいつもは尾道ラーメンを頼むんですけど豚骨ラーメン頼んだんですよでそれは油油というかそれがちょっと欲しいんで欲しかったんででその豚骨ラーメンにもうにんにく7個潰してブワー入れてスープも飲んで油入れて <laughs> そう <laughs> そうまあ、昨日ねあの車のオイル交換もしたんですけど油交換しましたよ めちゃくちゃ調子いいっすね今日。今日はちょっとね、山、ちょっと峠走って、あのー、まあ、車の動画も撮ってこようかなと思うんですけど、いや、めちゃくちゃいいっすね。やっぱオイル交換するだけでも全然違うっすね。車のね、あのフィーリング。もう,もう今日ちょっと走りたくてしゃーなくて、今日ちょっとあの山行って走ってきます。<laughs> いや、全然違いますね。うん まあ自分もねオイル交換しオイル入れましたけどね油豚骨 <laughs> 油 <laughs> <laughs> そうなんだろうなその、うん、自分の中で必要なものでいいんじゃないですか、うん、他,他者がどうのこうのじゃなくて自分はどういうご飯が必要なのかとか自分はどれぐらいのお金が必要なのかっていうところで生き,生きればいいと思うんですよ、うん、なんかねそそそうそうそう あの青汁王子が昨日かな昨日か一昨日アップしてたんですけど昨日だったかななんかそ150万の飛行機のファーストクラスに乗ったみたいな動画だったんですよ。で内容はまだ見てないんですけどカスタムサムネイルがそんな感じで,で僕ファーストクラスで乗ろうと思わないんですね。ジェットスターオンリーでいいと思うんですよ。でなぜならば、まあ、もちろんその海外に行く、まあ、10時間とか15時間とか8時間乗るんだったらまあ 検討の余地はあるんだけども国内ですよね国内って1、2時間なんですよね。だから鹿児島、東京間も1時間半ぐらいなんですよ、乗ってる時間って。で、その1時間半とか2時間になったら、別に狭くても、別になんか、別に寝ればいいじゃんみたいなね。僕はそう思っちゃうんですね。で、あと昔、東京で働いてた時も、あの、もうグリーン車乗ればいいじゃんとか言われたんですよね。 僕はそのグリーン車別にいいやみたいなね <laughs>、うん、そうそうグリーン車も別にい,いらないなっていうかうんまの人それぞれですよね、うん、そのコマ1時間でも電車に乗るようにしてもコマ1時間でもねだって一般車両まあもちろんその満員電車だよね ぎゅうぎゅうで立ってるよりかはグリーン車の1時間2時間がいいかもしれないけどもでも物の見方を変えると立ってね立なんだろうな僕が思ってたのが僕の仕事っていうのはずっと座ってるわけですよだからずっと座ってるので、まあ、血液的にまあ微妙じゃないですか座ってるってうん、まあ、循環しづらいですよね座ずっと座ってる仕事ででそ,そしてグリーン車でも座るみたいなね 電車乗るときぐらい立,つし立ったりとか電車乗るときぐらい駅の方も階段で登るとかねしないとちょっとね血液回んねえなみたいなものの見方変えると立ってる方がね満員電車の方が健康かもしれないじゃないですか <laughs> そうまあその立ち仕事して立ち仕事してガンガン体動かしてるんだったらまあそのグリーン車いいかもしれないけど僕の仕事からずっと座ってるんで まあだから、あの、満員電車でもいいんじゃないかな、みたいなね <laughs>。まあ、満員電車8時間じゃないですからね。満員電車でもね、コマ10、まあ、まあ、山手線の移動とかでもコマ何分だ。ね、一周回っても1時間でしょ、たぶん。50分かな。まあ一周なんかも山手線一周乗ることもないし。山手線区間なんかは多分移動で10分、20分でしょ、たぶん。うん。そう。だからその、 健康のために満員電車、満員電車というかね、まあ、立って乗るとか、うん、そのものの見方じゃないですかね。うん。はい。ということで、まあ、必要ですからねあ、お金は。お金は必要ですから、飯食うにしても、あのお金は必要ですし、うん、だから、お金がすべてじゃないというか、まあ、必要なんでね。うん やっぱね自分がどれぐらい必要なのかっていう自分の本当にそれを決めることが大事だと思いますよ。月収いくらあると自分はこと足りるのかっていう。自分の生活、ライフスタイルはどれぐらいあると維持できるのか、どれぐらいあると未知、未ち未ち幸せを感じれるのかっていう。うん。そこはぶ,ぶらさない方がいいと思いますね。あの、あの人がこう、あの人がこうだからとか。 この人がこうだからとか、この人はこういう食べ方してるからとか、この人はこういうとこに住んでるからとか、この人はこういう車乗ってるからとかじゃなくて、あなたはどこに住みたいのあなたはどんな車に乗りたいのあなたは何を食べたいのっていう。まあそれが多分自分の中の答えじゃないですか。で、自分の中の答えなんだけども、まあ他人の影響ですよね。情報だったりとか。もちろんその影響っていうのは別に、 あの悪いわけではないんだけどそれが何だろうなあの影響がうーんまあ久保さんもキット乗ってますけどもそれはキットのその見てね影響を受けて本当に自分がかっこいいなと本当に乗りたいなと思ったし本当に所有したいなと思ったらそれはいいと思うんですよ。だけど別にそうでもないけどもみんながそう言うから見習えみたいなね。 それは、右習いの人生でいいんですかみたいなね <laughs>。右習いの人生、僕嫌ですね、うん。自分はこうしたい。だからこうするっていう、そんな人生がいいんじゃないかなと思いますね。うん、はい。いってらっしゃい。